2023年1月の傾向ですけども、1月は、九紫が中級の月で、2022年の最終の月になりますね。あ、2022年っていうか、五黄土星、水の絵虎五黄土星の年の最後の月になります。で、その月は、まあ、来年の木に乗るための重要な月になりますので、まあ何でしょうね、終わりよければ、全てよしじゃないですけど、締めくくってこういう感じで締めくくって来年に行ってねみたいな、それはあの先週ねお話ししたと思うんですけど、そういう月になります。で、九紫中級ですので、そうですね、真ん中に九紫が入ってますが、案件、九紫のふるさとに案件札が乗りますので、白く案件札乗るんですよね。だから、あの、火事注意、風の強い日の、火の元注意になりますね。特に白くの人とか、貫入してる五黄の人とか、破壊がついてる六白の人見落としますので、あの、火の元注意ですねになります。あと、まあ、普通に火傷とかも気をつけてっていうことになりますね。それから、土曜がね、1月はあります。17日から2月4日まで土曜期間になりますので、その期間の土いじりをしないっていうことですね。あと、お家の基礎工事とか、なんか土掘ったりとか、掘っちゃダメですよ、そういうことしないでねっていうことになります。九紫中級で明るくファッショナブルに、おしゃれに、そういう風に過ごすのがおすすめの1ヶ月になりますね。また全体的にイライラしやすい、 みんながね、あの、ちょっとこうカッカしやすいっていう気持ちが、あの、なんかカッカしやすいっていうのもあるから、全体的に喧嘩注意の1ヶ月っていうこともあると思います。非番切り替えもあるね。非番切り替えが5日と6日にあるんですけど、ここ非番切り替えであって、12月と1月の切り替え日でもあるので、ちょっとここ注意ですね。何が注意って、まあそうですね、車の運転注意かな、乗り物注意です。自転車、高校生の自転車とかも子供さんがいたらスピード出さないように、してくださいね。それと、まあ、だからぶつかるっていうのが注意なので、車の運転とか自転車とかバイクでぶつかるの注意だし、人間関係がぶつかるっていうのも注意になりますので、お正月明け、新年早々喧嘩しないように、ぶつかるっていうエネルギーがあるから注意になりますね。九紫のことをやると、運気に乗れますから、断捨離やっぱりおすすめだし、あと、情報の断捨離なんで、スマホに入っているいらないメールとか、いらないアドレスとか断捨離するのもおすすめになります。そして、キチカフェお得デーは14日、23日、2月1日になりますね。がキチカフェお得デー開運の日になりますので、この日にお出かけおすすめです。これがどの星がどの方位に行くかっていうのは別動画で、私のメインチャンネルで撮りますので、ぜひそちらチェックして、旅行計画などね、お出かけ計画練ってください。そして、キチカフェお得デーって何、開運の日って何って思った方は、キチカフェオンラインサロンに入っていただくと分かりますので、ぜひ
入ってください。お試しもできますから、毎月20日から30日までの募集期間がありますから、そうするとキッズカフェのやり方が分かる講座が無料で受けられるっていうのもあります。キッズカフェオンラインサロンすごくおすすめです。みんなそっから始めてるかな。あ、なんでキッズカフェオンラインサロンもいいですよ、企画学ぶのに。あのちょろっとやってみたい人は、うん、まあちょろっとっていうか結構本格的ですけど、私みたいに少尉とかいろいろ喋れるようになりたいっていうんだったらマスターコースがいいですけどね。でもキッチカフェで開運したい、幸運体質になりたいっていう人はオンラインサロンでいいかなと思いますね。はい、一泊水星の1月の運勢、星は4個になります。一泊の人ね、北西に来ていてすごくいいところです。5個でもいいかなっていうぐらいです。でも一応4個、全体運としては、忙しくなります。すごくね、今ちょっとこう、まあ、なんていうのかな、待機状態ですけど、中級にいるときは、来月からいろいろな、レベルが高い仕事をいろいろやることになって忙しくなってきます。上司とかね、目上の人から頼まれる、任されるということがあります。また大きな、大きな予算、大きな予算をかけるプロジェクトとかも任される可能性があります。一泊の人やれるからね、本当根性ありますから、任されるって腹くくっちゃえばやれちゃうので、成果が出せるチャンスですから、絶対頑張ってほしいです。そこは全力投球してほしいですね。六泊の北西の上にいますから、全力投球です。はい、燃え尽きてほしいですね。一泊の白と六泊の白が2つ重なって、すごく、変化なんですけど、ステージアップっていうのかな、今までよりも、ステージが上がれるチャンスなんですね。だから手を抜くところじゃないんです、1月は。だから今まで貫入で、今年ね、徐々に上がってきて、今月中級で少しこうちょっと助走して、こう様子見てるような感じになるんですけど、1月はダッシュって感じですね。あ、見つけた、ダッシュみたいな感じで、やること見つけたっていう感じで、頑張ってほしいです。ただ全力で行くんですけども、強引には行かないでほしいっていうのがありますから、余裕を持って準備して、当たらめったらガンガン行くっていう感じじゃなくて、勢いで行かないっていうことですね。余裕を持って準備して、タイミングを見計らってっていうことも必要になります。時には待つ、チャンスを待つっていうような、チャンスが舞い込んでくる月ですので、チャンスを待つっていうような、そういう、こともあります。だから手を抜かないで全力投球で燃え尽きてほしいんですけど、チャンスが来るのを待つということも可能性としてはあるので、その辺の見極めを注意してください。まあ一泊の人ね、冷静ですからできますけども、ちょっとレベルが高いことがどんどん任されて続きますので、心配になっちゃう、自分にできるかなとか、なんでこんなこと任されるのかなとか、なんか変に勘ぐって心配になっちゃうかなと思うんですけど、そこはあんまり心配しないで、手を抜かないで全力投球でっていう風なことです。そうやって過ごしてください。なので大きな仕事とか、大きな、なんだっけ、予算を使う仕事を上司から任される、全力投球で余裕を持って準備、時にはチャンスを待つこともありっていう感じの全体運です。2番、ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはテラヘルツですね。あったかくなる、熱を
なんか暖かくなるような石です。人工鉱石ですけども、キラキラすごく輝きが強い石になります。暖かくなるのでおすすめ。そしてラッキーフードはメロンジュースです。なんか冬にメロンジュースあるのかなと思ったんだけど、まあ高級フルーツのジュースおすすめになります。冬って何、いちご、高級フルーツがいいんだよな。高級フルーツのジュース液体にしてください。6泊が高級フルーツで1泊が液体だからということですけどね。そしてラッキープライスは都会です。都会にお出かけください。今月は、ね、ステージアップの月ですから、ちょっと都会に行って、何でしょうね、ちょっとこうセルフイメージ上げる、都会で上がるのかな、まあ、そういうことも必要かなと思いますのでね、都会にお出かけください。そして3番開運ワークですね。今のお話とつながるんですけど、セルフイメージ上げることを10個書き出してください。まあ、都会に行く、この間私銀座でご飯食べたんですが、銀座でご飯食べるなんてことなかったんで、東京のお友達が誘ってくれたんで、ちょっとセルフイメージ上がったかなって気がするんですけど、そういうことですね。帝国ホテルでお茶をするとか、なんかそういうことです。もしくはなんだろうな、ずっと気になっていたブランド品を手に入れるとか、そういうことでもいいんですけど、セルフイメージ上げることを10個書き出してみてください。で、できるものはやってみてください。一泊の人はね、セルフイメージ上げると本当何でもできちゃうんで、私なんて大したことないとか言ってると、なんていうか本当にそういう風になんていうかな、実力発揮しないでいっちゃう。実力があるので、一泊の人はセルフイメージ上げて見てほしいっていうのはあるんですね。それだけじゃないかな、一泊の人何でもできるんで、できないって思ってることができなくさせてるっていうことですね。ということです。そして4番の星の特徴、今月の一泊の星の特徴はへそくりっていうのと取り上げてみました。一泊の人ね、へそくり上手なんだけど、多分どう、へそくり上手、みんな言わんか、へそくりのことなんか。でもね、お金内緒でね貯めてるっていうのがあるんですね。だからなんだろう、一泊のおじさんとかね、一泊のおばあさんとかね、壺貯金じゃないですけどね、縁の下の壺にいっぱいお金貯めてるよみたいな、そんな感じもあるし、そういえば前ね、子供が旦那のへそくり見つけたとかって言って、一泊の旦那さんだったんだけど、なんか本に挟んであったんだって、10万円ぐらい。それを子供がパラパラパラって出しちゃって、何これママとかって言ってバレちゃったみたいな、本当へそくり本に挟んで隠すんだと思って笑っちゃったんですけど、まあそういうね、結構一泊の人は見た目が柔らかくて中がしっかりしているという特徴があって、見た目よぼよぼ中はしっかりとかね、見た目貧乏っぽいけど中はしっかりお金持っているとかね、そういう言い方するんですよね。なんで一泊の人結構持ってなさそうで持ってるので、まあそれを知ってれば営業にも行けるみたいな、どうですかねなんかそういう感じ、一泊の人ないないって言ってあるじゃんみたいな、そういう予想ができるわけなんですね。なんでまあ持ってなさそうで持ってる人が一泊、持ってそうで持ってないのは九死だったりするんですけど、なんかねそういう感じ、一泊の人は持ってなさそうで持ってるよみたいな、へそくりっていう意味があります。またへそくり上手ですからね、お金ちょっとずつちょっとずつ貯めるっていうのも上手ですから、一泊の人でねそういうことを狙っていくのもいいんじゃないかなと思います。